はい、酒好きな新潟人のインス動画でーす。今日は、ハエリキザスペシャルの、チェリーパンチサワーでーす。アルコール度数 8% の果汁が 0.1%、期間限定、炭酸強め。原材料がウォッカとチェリー果汁と糖類と酸味料と香料と甘味料と着色料、となってます。チェリーパンチサワー。うん、ということです。それでは、飲んでいきましょう。久々にこの、チューハイ。うわ。これは、あれだ。乾杯。これあれだな。昔あった。昔あったファンタのフルーツパンチみたいな味。うん。フルーツパンチっていう。それになんかどぎついなんか、甘味料が、どぎつい。朝日、フルーツパンチ。フルーツ違う、チェリーパンチか。フルーツパンチじゃねえや。チェリーパンチか。でもあんまり味変わんないっすね。チェリーパンチもフルーツパンチも。どちらにしろどぎついこの、うわって。この甘味料のこの。うわ、このどぎつい。まあでもアルコール度数 8% って言うけどさ、事実さ、他にあるだろう。9% とかさ。ね。あれ、朝日のなんか酎ハイでもぎたてっていうのが出てるっぽいですね。あれ、これなんだこれ。あれ、これ飲んだことねえな。てか最近出たやつか。あー、またこういう系か。アルコール度数 9% で、糖類不使用。ただし甘味料を使ってるっていうパターンか。これダメだ。これはあかん。だから糖類ゼロでいいダメなんやって。4月5日新発売だって。あ、まだだ。あと1週間か2週間ぐらい。うわ。まあ言うても、これもあんまり期待できねえな。なんか似たようなの作るね。だって、焼酎ハイボールっていうさ、辛口焼酎ハイボールって朝日でさ、出てるやつも、これも似たようなもんでしょ。だって糖類ゼロでさ、ただし甘味料は使ってるでしょ。でも、甘味料使ってないやつもあるんだな。これな。辛口焼酎ハイボール。クリア。でもこれまずいん。結局まずいんだよ。辛口焼酎ハイボールは、甘味料を使ってるのもあれば、甘味料使ってないやつもあるっぽいですね。ただし、甘味料使ってないからっつって飲んでうまいかっていうと、糖類も使ってないんで、結果まずいんですよね。糖類ゼロで甘味料もゼロで。ってなって、うまいかっていうとまずいんですよ。結果ね。
でね、最近飲んだのとして、キリンの、残念だったのが、キリンのね、チューハイの、なんだ、氷結ね。氷結がですね、最近リニューアルした、最近なのかわかんないけど、アルコール度数 6% が、だったのがね、5% に下がったんです。普通の氷結がね。ストロングとかじゃないやつ。で、そっちの方が俺、で、飲んだんですけど、5% のやつね。やっぱ美味しくないっすね。昔のやつの 6% の方がうまい。レモンとグレープフルーツ飲んだんですけど、やっぱりなんかおかしい。劣化したよね。個人的に。うん。このスタンダードの氷結がね、アルコール度数低くなったんでね。なんかね、パンチが足りない。っていうのかな。になっちゃって、ああって感じ。個人的に、ものすごい。昔の氷結はめっちゃうまかったんだけど。その 6% の時の氷結は大好きだったんですけど、なんか知らないうちに、新発売して、これいつ新発売したのこれ。はぁ、なんですけど。いつ新発売したのこれ、氷結。昔の氷結うまかったのに。なんなんだよ。昔の氷結に戻してくれよ。これいつ新しくなったのこれ。ニューフ氷結。何これ。これリニューアルとかでググればいいのか。氷結のウィキペディアがあるね。あ、でも書いてねえ。リニューアル。パッケージとともに大幅にリニューアルし、2015年の12月製造品から順次切り替えますだって。中身パッケージともに大幅リニューアル。これダメだこれ。そして大幅にリニューアルって書いてあって、ね。何をリニューアルしたかって、主に書いてないんだよね。主にっていうか、その、度数のことに関しては一切書いてないっていう。ひどいなぁ。中身特徴。爽やかでみずみずしいチューハイに仕上げましたとか書いてあるんだけど。アルコール度数を 6% から 5% に変えましたって書いてないんだよ。結局。もう完全にその、アルコール度数が 1% 下がる。1% も下がってるんですよ。昔はレモンとグレープフルーツは 6% だったんです。
なのに新しいやつが、で、レモンが果汁 2.5%。で、グレープフルーツが果汁 4.2% だったんです。2.5 の 4.2 だったのに、今回は 2.7 の 4.2 になったんですよ。ということは、レモンは 0.2% 上がってるんですよ。果汁が。ね。ね。アルコール度数が 1% 下がったのにもかかわらず、果汁は 1% 上がってないんですよ。ね。0.2% しか上がってない。で、しかも、グレープフルーツに至っては、果汁もそのまま 4.2% 何も変わってないっていう。アルコールの 1% 分はどこへ行ったんだっていう。はぁなんですよ。マジで。はぁって。どういうこっちゃって。あれ？ちょっと待って。よく考えたらどっちも変わってねえじゃん。結構ね、氷結リニューアル結構何度もしてるんでね。下手すると何も変わってないかもしれない。レモンも。あ、レモンもね、画像で見るとね、あれだな。果汁 2.7% のやつもあるね。果汁。6% の 2.7%。だから、何も変わってないのに、アルコール度数が 1% 下がって、その 1% どこへ行ったのって。容量で言うと、350cc だから、その 1% 分の 3.5ml。1%、まあ、アルコールの分か。アルコールだから。いや、結局そうなのか。だから 3.5ml は一体どこへ行ったのかと。謎のね。それで果汁が 1% 増えてるとか、例えばわかりますよ。だから、って。どこ行ったんって。まあ、ふざけんなよと。結局のところ、それを消費者に何にも気づかせないようにしつつ、こうね、結局はアルコールが、その、酒税として高いから的な。多分、値段的な意味で、結局価格高騰とかのあれもあると思う。ウォッカが高くなったから、ちょっと 1% 下げて、で、こう消費者に気づかせないようにしようみたいな。そういう策略ですよ。本当に。ふざけんなって。断言しましょう。氷結はもう一切買いません。これ、この後。今後僕チンは、氷結一切買いません。まずくなったんで。まずくなったんでね。完全に劣化ですよ。完全劣化。劣化した。うん。あ。昔は 7% の時もあったんですね、氷結ね。え、これなんだこれ。昔はね、なんとね、アルコール度数 7% で、しかもレモンがアルコール度数 7% で、果汁も 3.8% だったんですよ。昔は。え？で、そっから 6% になり、果汁も下がり。あらららららこれひでえな。これはひどいなぁ。これひどいなぁ。この子当時すごいなぁ。だって今からさ、2% も上で、さらに 3% も上だったんだよ。果汁もさ、3.8% だったから、合計で言うと 3% 以上、果汁とアルコール度数高かったんですよ。すげえな、この頃の氷結。いつの、これ、時代のやつだ、これ。2008年か。2008年以前は、そういうことですよ。
2008年以前は、今から6、7、8年前、年前ぐらい。はぁ、こんなうまい時はあったんですね。やっぱ昔の氷結の方が断然うめえよ、これ。で、結局、果汁も下げ。そしてアルコール度数も下げ。こう、コストダウンです。コストダウンを重ね、こう消費者に何も気づかれないようにしつつ、こう、やってった結果、まずい。そして今回の最悪の氷結になってしまったと。ね。結果としても最悪な過去史上現存する氷結は最悪の状態になってしまったという。そして、今回、4月5日から、氷結のプレミアムというのが出るみたいです。で、それがアルコール度数 6%、果汁 6% のレモン、と、グレープフルーツがアルコール度数 5% の果汁 6%。で、瓶で出てます。ね。まあ、果汁は 6% と高めですけど、アルコール度数 6% って昔のと同じじゃないかって。おい。突っ込みたくなる。で、プレミアム感を出して、なんかわけわからんこと、それで、とりあえず値段上げちゃおうっていう。昔あった氷結をね、こう、あれしちゃおうっていう。値段上げてちょっと、ね、プレミアム感を出してね、とりあえず果汁上げとこうかって。ね。代わりにちょっと果汁安い方の。酒よりやすい果汁の方を上げとくかって。みたいな。かぁ、ふざけんなよ。なんだこれ。ほんとにふざけんなって。何がお前プレミアムじゃ、ボケが。ふざけんのもかん、ちょっとマジでこれ、いい加減にせえよ。キリンもいい加減にせえよ。これはあれだな。キリンはもうあれだな。てかもう買うことねえな。酎ハイでキリンは買うことはないわ、俺。多分。てか上飲はできない。やっぱなんだかんだで、ね、タカラの焼酎ハイボールレモンが安定してうまい。ドライとレモンが。うまいっていう。結論に至ってしまったということっすか。まあ、なるほどなと。いやでもね、キリンは、ウイスキーにはいいんですよ。とりあえず、今のところはね。まだ飲んでないですけど、富士山6がリニューアルし、で、オークマスターが出た。新発売。っていう感じっすか。だから、オークマスターいろいろ終売して出たのが安めのとしてはオークマスタータルカオルで富士山6が値段が1500円ぐらいの高めのやつだがアルコール度数50度維持しつつリニューアルまあどうなるかですね。今から飲みますけどね。この後飲みますから僕は。
このチェリーパンチは甘みがめちゃくちゃ強い。香り。まあ、カイドはまあ、甘いな。2542です。ご視聴ありがとうございました。